あわら市の吉崎ごぼう跡に来ました。ちょっとね、桜の動画をということで自分で撮ってみたいと思います。この周りの木々を見るとまだ桜感ないんですけど、こちらなんと早咲きの河津桜が3本満開、見ごろを迎えています。もう本当に見応えがすごい。今日は青空なのでより映えますね。見てください、こんもりとした花、ピンクも思ったより濃くて、本家本元ソメイヨシノにも負けないような存在感でございます、この河津桜なんですけど、静岡県に河津町という町があって、そこでもう50年ぐらい前だと思うんですけども、町の方が山の中に、あれソメイヨシノより早く咲いてる桜があるぞということで、見つけて河津桜と命名したそうです。今でもその原木っていうのは河津町にあるみたいですね。こうしてその早咲きの桜があわらでも見られるということです。よくニュースなんかでも早咲きの桜で河津桜が取り上げられることも多いんですけど、この河津桜がもう満開、葉っぱも見えてますので、ピークを過ぎるということは本命のソメイヨシノも間もなく開花していくということで、楽しみなシーズンに入っていきます。以上です。さて、 YouTube だけではなくて普段地上波でお伝えしています平日夕方6時9分から福井テレビライブニュース、こちらでもですね、3月の下旬それから4月の上旬、県内の桜の名所、美しい桜の映像をまとめてお伝えする予定でおりますので、ぜひそちらもご覧いただきたいと思います。では失礼します。